ここはネジハピガールズファクトリー。今日もネジハピガール千尋ちゃんのもとに一人の女の子がやってきました。いらっしゃい。シアンちゃん、今日はどうしたの？千尋ちゃん、聞いて。アクセサリーが箱から溢れて困ってるの。どうしたらいいかな。そしたら可愛い宝箱を自分で作ってみよっか。え、そんなこともできるの？ネジハピガールにおまかせよ。わ、早く作りたい。まずは好きな色の板パーツとコーナーパーツをセット。じゃあ、ネジハピドライバーの出番だよ。ネジは2種類あるよ。組み立てにはダイヤネジ。キラキラでかわいい。ネジをセットしたらスイッチオン。どんどんネジをつけていくよ。箱をひっくり返して底プレートをつけたら完成。次はデコレーションをしていくよ。わあ、かわいいパーツがいっぱい。デコレーションにはデカスターネジ。好きなパーツを自由に止めていくよ。完成。私はアクセサリーがたくさんしまえるウサギのデザインにしたよ。耳に指輪もかけられるの。私は秘密のものを入れたいから鍵付きにしたよ。かわいい。ネジを外せば違うデザインにもできちゃうよ。すごい。ねえ千尋ちゃん、ネジハピって他にも何か作れるの？もちろん。ネジハピガールにお任せよ。チャームパーツをつなげて、お友達とお揃いのジュエルネジチャーム。わあ、かわいい。筆箱や鉛筆キャップ、アクセサリーも作れるよ。ネジハピって何でも作れちゃうんだね。私も何か作ってみるね。ティッシュケース、ぬいぐるみチェア。シアンちゃん、すごい。ネジハピがあればお部屋が可愛くなっちゃうね。キラキラネジハピ、回してネジハピ。シアンちゃん、すっかりネジハピにハマってるね。うん、すっごく楽しい。ではシアンちゃんをネジハピガールに認定します。ネジハピでめちゃハピー。わあ、千尋ちゃんとお揃いだ。はい、これネジハピで可愛いものをたくさん作ろうね。あなたもネジハピガールになってみない？待ってます。ネジハピ。